Hello. Hi. Can you introduce yourself? Hey everybody, my name is Alice and I'm from England. Okay, so today we will eat yakiniku. Yes, we're gonna eat yakiniku at this place. Ushihachi. Ushihachi in Shibuya. Do you like it? Like Japanese beef? Yes, I love Japanese beef. Also, I really like tongue. Oh, tongue? Yeah, it's my favorite. Oh, really? So let's try. Okay, let's go. So we are right in front of Shibuya Crossing. You're right in front of Shibuya Crossing. You can see everything. Yeah. すいません。飲み物で、バージンピーチオレンジ。You can choose. Okay, but he's long. Yeah, they we will cut. Okay, can we have some pieces? Yeah, of course. Okay. Calvi. This should be good. This? Yeah. Oh, I trust you. And you say you like tang? Yeah, it's my favorite. え、待って。どこかにあるんじゃない？もしなかったら変じゃん。変だよね、確かに。もしなかったらもう帰る。やばい、帰るときない。マジじゃない、ガチない。わからん、ちょっと最初のページにあるかもしれない。高級やつ、高級やつ行こうか。高級やつ、じゃあ一番高いやつ。やべ。 Yeah, let's do this. 待って、私そんな高い女じゃないのよ。ドロー肉3秒炙り、ドロー肉3秒炙り、ワン、2枚、これ2枚で。はい、ありがとうございます。すっごい久しぶりの焼肉。マジか。多分3年ぶりぐらい。え3年ぶり？基本的に私はお家で作る方なんで。あ、そうなんだ。あんま外食しない。あとお菓子作りが一番の趣味なんですけど、なかなか痩せれない。今でも焼き肉あんま食べないから幸せです。服めっちゃ可愛いけどさ、なんかやっぱりこだわりがある感じですか？そう、いやでも結構今日はなんかちょっとピンクなんですけど、黒も多くて、でなんかスポーティーもたまにあるから、まあ、その日の気分によるんですけど、今日はちょっと春っぽい。ああね、いい感じ。さすがモデル、モデルさん。モデルやってない。あ、モデルやってないんだ。やったことない。ああ、本当。UK 出身って言ってたけどさ、めっちゃ日本語うまいじゃん。はい、で、なんかハーフとかではなくて、普通に日本に来て。ハーフではいるんですけど、日本の血が出ていなくて、はいはい、お父さんが黒人とインド人のハーフで、お母さんが白人で、生まれ育ちがカリブのセントルシアっていうちっちゃい島なんですけど、はいはい、それからイギリスに引っ越して、それから日本に引っ越して、今日本でもう7年目なので、まあ、7年住んでたら結構上達するし、あと勉強が結構好きだし、独学なのであまり敬語ができない。いやいやいや、普通に日本人と話してると同じ感じ。たまに困っちゃうですよ。なんか発音が結構いい方だと、うん、まあちょっと自分で言ったあれなんですけど、いやもうネイティブネイティブ。なんか電話とかするときは日本人に間違えられて、すごいなんかブラーってめっちゃ難しい日本語で話してくれちゃうんですよ。でその時に、あ、すいません、ちょっと私外国人なのでもうちょっと優しい言葉を使ってくれますかって言ったら、えみたいな。確かになるね。乾杯。イエーイ、乾杯。うん、どうすか、なんだっけ、ちょっと名前が長すぎてあんま覚えてないんだけど、バージンオレピーチオレンジ。ピーチのシロップ入れてるだけだと思ってたんだけど、結局なんかピーチのゼリーみたいなやつが入ってて、すごいのびっくりしてた。じゃあカリブの方が長いんだよね。長かったです。イングランドに6年。そうですね、6、7年ぐらいですかね。はいはい、11歳ぐらいに行って、で日本に18歳に来たんで。ああ、なるほどね、うん。カリブは何語なの？全部なんか島いっぱいじゃないですか。はいはい、なんかスペイン語の島だったり英語の島だったり、うちは英語とクレオール語っていう独自の言葉があって、でそれを両方使ってるんで。ちょうど先週うちの島ここにあって、1個下のやつの火山が噴火してて。あ、そうなんだ。でなんかうちの島の南の方がなんか火山灰で、ちょっと今大変になってる。そのぐらい近いんですよ、島が。でも行ってみたいな、なんかめっちゃリゾートっぽいイメージ。 Actually, a lot of people go there for their honeymoons and a lot of people go there to have a wedding ceremony. So like, なんか海、沖縄もよくあるんですから、あるある。砂浜で、なんか白いウェディングですみたいな、それが多いんですよ。ハネムーンと結婚式がいい。じゃあもうもし結婚するなら一回カリブに帰って、そこでウェディングしたいみたいな、ちょっと願望はある？あんまり、ないです。ないんだ。だって自分の母国だから、それが観光客がやること。なるほどね。なんか自分でやろうと思わないんですよ。はいはいはい。普段できないことだから、いろんな人が海外から来てそれをやるんですけど、実際住んでる人はあんまりそうしようと思わないっていう。そういうことね、うん。逆に私はあれやりたい、白むくかぶりたい。あ、日本のってこと？はい、おにぎりみたいなやつ。はいはい、なんかあるよね、はい、おにぎりをかぶりたい。これからは日本で
生活したいのか、UK に帰りたいのか分かれて。あ、いつか分かります。いつか帰るのね。はい、やっぱなんか家族の近くにいたいっていうのと、あとなんか、すごい今年に入って思うんですけど、お母さんが再婚して、お兄ちゃんが結婚して、姪っ子も生まれて、なんかすごい向こうの家族が進化してて、私日本で何やってんだろうって、ちょっと思い始めて、あと、お母さんが今年のクリスマス帰ってきてってめっちゃうるさい。あの、ワクチン打つだけで帰ろうみたいな。今なんか、ワクチン打ってないのは私だけ、家族の中で。もしイギリスに帰ってフリーランスで翻訳とも他の仕事ができたらそうだよね、いいなって。そこに帰ったら絶対仕事がないだろうけど、まあ、なんかネットとかでなんかちょっと翻訳とかそういう仕事がもしできてたらいいなって。そうじゃなければ日本語でもなくなっちゃうから超もったいない。もったいないよ、こんだけ喋れるのに使わないと、ね、やっぱでも全然翻訳者とか通訳とかさ、こっち系でもいけそうだよね。仕事探してるんですけど、ちょっと難しい。じゃあここでもしかしたらなんかあれば誰かちょっと仕事ください。ぜひぜひ。あのインスタ、え、ツイッターがメイン？なんで？ SNS は何がメイン？フォロワーが一番多いのがインスタで、タ、うん、でツイッター一番使ってる。オッケー、じゃあインスタかツイッターちょっと概要欄に貼っとくんで。ありがとうございます。なんかあれば、はい、ここにあります。以上、マメモヤシカメラでございます。はい、ビーンスプラウトが好きなんだ。 I love bean sproutsOkay, I'm gonna take a small bit so I don't look ugly. How about a big bite? The whole bite. Nami, do I hear? じゃあちょっと焼いていきましょう。珍しいよね、タンが好きって。外国にタンってなくない？ない。ないよね。だから外国人タンって言うとさ、結構えー、ってなっちゃう。引いちゃう。私も引いたんですよ、最初。あ、そうなんだ。最初、え、まずこれ動物の舌なのみたいな。動物が牛ね。これはもう完全レモン。もういける気がする。いける。いけますか。 How you do it? It cuts through the fat. うん。これうまいな。今日はいい日だ。うん、結構ちょっとテクスチャーあるでしょ。 Yeah, I don't know how to call it like. So this is why I actually like Japanese, because there are so many words. So that you can call it kori kori. Or like, but I don't know how to call this in English. It's likeコリコリはあんまないかもね。 Yeah, I don't know how to explain it. Chewy. Yeah, I mean, it is chewy, but like, when I first came to Japan, I was 16, and I stayed with a host family. I stayed with three host families. Yeah. And they took me for yakiniku, and they gave me tongue. Mm-hmm. And it was like really like atsugiri. Oh. And it looks like a tongue. But like, I saw that, and I just felt like, I felt like, oh my gosh, I can just imagine yeah. a cow's tongue, like, ugh. But I was like, you know, I've got to try everything. Yeah.So I put it in my mouth and I was like, it tastes so good and I'm so confused. So it took a while to stop imagining a cow every time I ate it. Yeah, that's good. ここでよかったわ。よくパッと見つけたね。すごい、めっちゃラッキーだね。めっちゃラッキー。パン最高。今肉足りなかったら頼むんで言ってね。多分あとまだでっかいやつ、長いやつがのと、うん、なんかサーロインの薄いやつ。薄いやつありましたね。これもあったね。ね、ポンズ。これ見たことない。この牛すじポンズ。Can I eat it? Yeah, of course. 嫌だったらあげる。え、でも美味しそう、普通に。いただきます。めっちゃ美味しい。お。It's really good. It's really good. It is sour. Yeah, it's really sour. Yeah. It's good that the meat is like very, very soft. You just bite it once and it falls apart. It's very good. 食レポがうまい。いや、この前新人が入って5回でやめちゃった。こんなきついの？全然そうでもないけど、やっぱり多分好き嫌いがあると思うし、なんかメイドカフェなんですよ、知ってた？え、
そうなんだ。知らなかった。はい、みんな私メイドカフェで萌え萌えキュンしてます。マジか。はい、メイドカフェなのでなんか入って思ったのと違うとか、入ってなんか思った以上になんかお金作れなかったとかファンが出なかったとか、多分そうみんな結構個人差があると思うから、辞める子は結構すぐ辞める。外国人のカフェとかじゃなくて普通のメイドカフェ。はい、でも一応うちのとこは今私ともう一人中国人の子がいて、はい、でも最近中国人の子が入ってきてすっごい可愛い。なんか私パンダの国から来ましたってなんかめっちゃ挨拶するから、うん、はい、カリブの国から来ましたって。レゲエの国から来ました。レゲエの国から来ました。海賊になっちゃうよね。本当に可愛くはない。インコ。インコがめっちゃ多い。あとなんかあの海賊の方に座ってる国ってなんていうのそれ。あ、でもインコはあれ。あ、そうインコ多分。あ、インコ。生卵草ぶやぶと一緒にお召し上がりいただく、はい、ラーメンと一口ライスでございます。生卵は別に使わなくても、うん、私ちょっと無理なんで。ちょっと無理だね。オッケーオッケー。俺が食べるんで。5人兄弟なんですけど。あ、そうなんだ。一人だけ変色。お母さん結構苦労してます。5人のどこ。一番下。一番下。あ、一番下ね。甘えられて育ったね。結構チヤホヤされてきましたね。チヤホヤされてね。はい、かわいいかわいいって言って。そうなんですよ。でも最近メイクが生まれてて、お兄ちゃんがもう構ってくれないから少し嫉妬してます。嫉妬してるんだ。昔まではもうプリンセスみたいな感じだったけど。いや、あのぶっちゃけね、私プリンセスにあだ名だったの。あ、そうなんだ。プリンセスってあだ名で、うんうん、あまり本名で呼ばれることがなくて、大体なんかプリンセス、プリンセスとかなんかベイビーとかエンジェルとか、うん、でもなんかメイクが生まれてて、お母さんがグループラインで、なんかあ、プリンセスってなんかシッて赤ちゃんに嫉妬する意味がないの分かってるんですけど、ちょっとね、ちょっと血を増やされてきて何でも許されました。おお、すごっ。卵は俺がもらってきます。もらっちゃってください。卵かけご飯にします。超柔らかい、甘い、おいしい、待って。あ、すごいね。柔らかい、噛まなくても済むって感じ、うん、え、超おいしい。これ多分永遠に食べれると思う。よし、行こう。なんだろう、レアなんですけど、めちゃめちゃめちゃ好き。お預けされます。お焼きしていただいた後にお切りください。はい、わかりました。え、でかい。でかいね。思った以上にめちゃそれでいいじゃん、これじゃん。長い長い。ごめん、ずっと日本語で喋ってる、ごめんなさい。あ、全然いいよ。英語勉強してる人ごめんね。全然大丈夫。俺の編集が楽になる。ん？俺の編集が楽になる。俺いつもサブタイトルで入れてるから超めんどくさい。なるほど。じゃあもうちょっとめんどくさくするために私はこれから英語でいきたいと思います。それとも普通 の、 あの標準語じゃなくてめちゃめちゃめちゃスラングでこれから語っていきたいと思います。いや、ホームタウンどこ。 I mean, I'm from a place called Dorset, Southwest, 2.5 hours away from London on the train. And like, actually, it's a, it's like a 観光地。観光地。A little bit, yeah, because it's like a spa resort. 世界遺産ってなんだっけね、英語で。Wild Heritage. You're so good at this, oh my god. Yeah, it's a World Heritage site because there are very many dinosaur bones. But yeah, so it's kind of in the countryside, so the accent. Get it, get it. Okay, let go. Mmm.いい感じ。うん、うん、ありがとうございます。うん、 The outside is really crispy. Yeah. And the inside is really soft. うん、おいしい。はい、とりあえずこんな感じで。今日はありがとう。ありがとうございました。どうだった？肉は。え、めちゃめちゃめちゃ。いや、本当に、
3年ぐらいぶりの焼肉でめちゃめちゃ美味しくて夜景がめちゃめちゃ綺麗でものすごく私は幸せ者です。ありがとうございました。いやいや、こちらこそ喜んでみて嬉しいわ。ありがとう。 I'm sorry for not speaking in English that much. Everyone who's trying to learn English. Like, I hope you all had a good time watching. Thank you. Thank you. Bye bye.